コラゾンビ、寝じますと。こさしい。オッケー。はい、本日は、めちゃくちゃ久しぶりのベイブレード会。何ヶ月ぶりですか、はい、今年初前回ね、まあ、メタベイとバーストを戦わせましたみたいなね、うん、動画で、結構反響をいただきまして。うん、嬉しいことね。うん。需要があるんじゃないかと。うんということで、まあ、いろいろいただきまして、本日はね、メタベイを使った回やろうと思うんですけど、今回は、メタルファイトのバーストでのリメイク対、本家のメタルファイトっていうことになってます。前回の動画が、ちょっとあんな感じだったので、今回はどうなんだろう、それを踏まえて、そう、リメイクはどうなんだろうっていう、勝つのか負けるのか、うん、ちょっとね、試していきたいと思います。では、回していきましょう。はい、デフォルトですね。105RF ですね。すごいな。105RF、これは知らん。こっちわかんない。皆さんも予想しながらね、ぜひ見てください。いきます。3、2、1。いや、気になった。さあ。おっ、きっと強っ。待って、ワンチャン。まずはメタベイが1勝だね。まずは1ポイント。わからんね。3、2、1。いや、動きも結構似てる。やっぱ同じだな。再現度が高い。そうそうそう。思った以上に。当時のストロペガシスにそっくりだよ。すごいバーストの方が。買ったばっかりのやつにそっくり。あの頃、これどっち、ストロペガシスが長いんだろう。うわ。待って、メタベイの方が、もしかして。強い。強いんか強いんか重いね、メタベイの方が。うん。ということで、メタベイの勝利。ストーンペガシスはメタベイの勝利。フレームサジタリオ。いいですね、スタミナタイプの。このね、クローがね、革命でしたよね、当時。うん。それを再現した、これね。これ当時めっちゃ欲しかったんだよな。サジタリオ結構アニメでもかっこいい。3、2、1。ちょっとぜひとスタミナ勝負に持っていきたいな、これ。バーストじゃなくて。いや、でも時給、さっきと比べて、なんか逆に激しい気がするんだけど、当たり、確かに当たってて。おー待って、どっちどっちどっちだ。いやー、惜しい。これワンチャンあったんじゃないか。あるな、当たり方次第では。まずは1ポイント。うん。いやでも分からんぞ。3、2、1。すごい跳ねるんだけど。バースト側なんだろう、重さって言ったら多分バーストの方が軽いのかな。多分ね、大きさは大きいけど、だからうまくすくい上げないと、結構、あら、今回は如実にめちゃくちゃアッパー食らってって感じだな。いや、大きいからな。はい、ということで、サジタリオもメタルファイトの方が勝った。マジっすか。今、2-0 って感じかな。ちょっと幸先悪いね。やばいな。まあ、次はただじゃいきませんよ。やつですからね。3機目、ロックレオーネ同士ですね。うん。はい。これも結構かっこいいキャラがね。まあ、あれはね、一番人気ぐらいじゃないか。3、2、1。やりますね。やるやん。バチバチだ。3、2、1。ただ、いや、真ん中こっちで待ってたので、よく動くな。跳ねてんな。でもすごいね、メタベイクのパーツってすごいから。おーわーお、すごい。バーストフィニッシュということで、またしてもメタルファイトの勝利と。まずい。次のやつはただじゃいけませんよ。なんかさっきも聞いたな。アーサークイラ最高です。これです。好きだった人も多いんじゃないの。うん、デフォですね。145WD。見てこのシール。コロコロ限定のね。持ってる人いないんじゃないか。懐かしいって思ってる人が
いるんじゃないか。3、2、1。OK、 まあ中央取って、やっぱあれだね、バストの方が結構動きますね。こうなってちょっとこれはあるんじゃないのか。あるか。強いですね。こんなことがあるんだ。さすが1ポイント目バースト側のアクイラ。まあ、アクイラバースト側優秀だからね。結構メタベイのリメイク版の中でもかなり結構強い強めのっていうところがあるのかな。3、2、1。ここに行って、おーっと今の音は、おおどうなんだ今俺さ、先に落ちた気がするぞ、メタベイが。うん、そんな気がするんだけど。そんな気がするだよね。ね、絶対先に飛んだよね。ね、結構分かるほど先に落ちてたんで、うん、どうしようか。こっちの方が勝ちってことでいいんじゃないかな。じゃあクイロ勝った。バーストの方のアクイラの勝利ということで。よかった、面目を保てたぞ。バースト軍団、こっから3連勝いくぞ。快進撃は止まらない。アンフェニックスね、しっかりといいですね。デフォですか。デフォですね。いいですね。135メタルシャープ。なんでわかんのこれ。ちょっとカイドふざけてるからな。怪しい。ちょっと勝ってほしくないまである。言いましょう。3、2、1。いやでも強そうだな。強い、いや強い、どっちも強いな。バーンフェニックス、どっちだこれ。さっきよりも、なんだろう、お互い安定感があるというか。いやでも、スタミナが、スタミナタイプであります。いや、あ、あれあれ、嘘でしょ。おぉー、勝った。え、負けていく、やばい。一戦目は、まさかのバースト軍団の1ポイント。これおもろいな。いいんじゃない、おもろい、いいんじゃない。3、2、1。いけ、待ちください。いけ、いけ、中央取って。いや、まだだ、逃がすな。もう一回見したろ、もう一回な。今の勝ちでけ。あっ、来ました。これね、バーストの悪いところは無情にも動画の展開を一切考えないバーストということで、うん、勝利惜しい。さすがです。では最終戦、誰だ。いや、これも世代なんじゃない、みんな。これがさ、世代でしょ。嫌いな人なんかいないだろう。結構似てるんだよね、うん、バーストのリメイク版も似てるんだよ、うん、結構ガチガチに強いね、うん、こっちの本当に気になってます、これ。今日メインですね、うん、ここ公平に戦うためにモードは揃えてあります、はい、これの勝利がもうこの軍団の勝利と言っても過言ではないでしょ。はい、では行きましょう。かっこいい、かっこよすぎ。いいっすね。いきましょう。3、2、1。どうだ、お、はい、やっぱ推進力はバーストの方があるんだよな。やっぱ軽いのか分かんないけど、アタック体がって感じだな。全然当たんねえ。むしろこのメタベイの方バランスタイプっぽいもんな、動きが。うん、やべえ、地味だ。あった、バーストコンテ。いや、重いな、1位が、うん、すんごい。ただ、ただ、左同士は削りがえぐいぞ。待って、わからん。お、今これはで、バーストの勝ち。これは勝ったんでしょう。すごまさかの1本目。これあるぞ、あるぞこれ。2本目いきましょう。3、2、1。いいぞ、アタックっぽい。エルドラゴ硬いからね、今回は。いや、強い。結構削ったんじゃないか。どう、ほらほら、うわ、まさかの、マジでまさかの勝った、ストレート勝ち。やば、嘘でしょ。メタルファイトを超えていましたと。ってことは成績で言うと、そうですね、バースト軍団、リメイク軍団の中では、うん、この2人がうん、メタベイ元祖に勝つことができましたという結果になりました。いや、おめでとうございます。え、敵、うん、敵ばっかりだね、この2期のね、ファンの方。
おめでとうございます。はい、ということで、はい、一通り戦い終わりました、うん、結果がね、さっき言った通りエルドラゴとアクイラが、この2つがね、うん、勝利したということ で、うん、でここら辺も勝ってほしかったけど、いかんせんあのバーストのバーストっていう機能が、ちょっとね、難しいシステムが裏目に出たというか、そうね、もしバーストがなかったんだとしたら分からないっていうのがね、うん、面白いよね、これまたありましたね。ここではね、惜しくも超えることはならずと、うん、数的に、でも結果的にはいい回だったんじゃないかな、結構、うん、再現度は高かったですね、うん、とても面白い試合でした。ありがとうございました。ありがとうございました。